皆さんこんにちは、フォーゲーマーのレッチです。どうもコスケです。よろしくお願いします。お願いします。それで今回は、リバウチやっていきたいと思います。はい。なんとすごい画面に今固まってるんですが、はい、リーグ6特別セール購入しましたで終わってます。はい。僕リーグ6に上がって、はいはいはい、でそのまあ、ね、今日はじゃあどんなことやろうかみたいな話して、はい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 、でそういえば俺さんこんなの来てましたよみたいな、うん、話をした瞬間、うん、あと2分で終わりと急いで買って、でも今時間的には期限も過ぎちゃったんですけど、そうだね、もう急いで買って、そう、しかも2回買えるから1個はもうおいいっつって、もう何も見てない、何にも見てない、何引いたか金太郎が1個見てない、あーいたね、金太郎ちょっといたね、うん、見たりしてないんですけど、うん、なんで今回のスタートはこのリーグ6特別ツール購入のガチャから始めると思います、はい、さあ、コウスケ先生、はい、今コウスケはリーダー何使ってたんだっけ。今は、赤ずきんです。赤ずきんか、インフルエンサー、うん、なるほど。あれでまあ、割りかし、でもリーグ6だったらまだ今白雪がいなくなったんだもんね。そう、もういなくなっていないんで、うんうん、まあ普通に、うん、でもまだあれかな、鏡の魔女だったりとか、はいはいはい、あと孫悟空とか、はい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 、まあ、まあたまに出るぐらいで、なるほど、ほぼもうみんなあんま変わんない。なるほど。もう金太郎だったりとか、はいはいはい、そういう金太郎リーダー多そうだね。あとシンデレラとかもそうだね。でも金太郎シンデレラ基本的にも全部いなせるようになったので。なるほど。なんで別に素晴らしい、来てもああ来てもいやいやいやはい鬼ってことは、今欲しいのはやっぱ赤ずきんかな。赤ずきんか、まあでも基礎キャラが全部欲しいですね。あー確かに基礎キャラ、もう王様とか、はいはいはい、赤ずきんとかがもうレベル10とかにして、うんうんうん、って感じ。あの辺は結構最後までやっぱ使うから。そう、あと僕桃太郎がめちゃくちゃレベル低いんで、まあ、あ、そうなの。レベル5とか6とかなんで、あ、それはちょっと早急に手を打ちたいと思います。そう、だから桃太郎を引いておきたい。それ桃太郎だな、じゃあ今回目標は、うん、桃太郎をその今後のリーグのために上げておきたい。そうだね。じゃあ今回コウスケ先生、桃太郎目標ということで、はい、行ってみたいと思います。ちょっとね、今、環境の都合で音が出てないかもしれない。すいません、ちょっと急いで撮った急ぎすぎたんで。じゃあ行きます。行ってみよう。じゃあこれ、うい、行ったね。これはクソ嬉しい。これ絶対いるから、星の銀貨めちゃくちゃ嬉しい。あの、おい、あー、スノーも大事ね。大事大事。スノーはめっちゃ簡単にアド取れるから、鬼が突っ込んできた時にもうスノーマン1個出すだけで、鬼からのダメージ、ノーダメージで、あ、タワーだね。タワーだけでやるけど、あれ3体ともなんの、範囲攻撃なの。スノーマン、そう、範囲攻撃、やば、3体とも固まる、やば、そう、めっちゃ強いとか強っ。わかるね。この辺かな。 SI、 あらずい、もう過ぎて終わりじゃん。確かに。で、あっちゅうまカボマジョ、あっという間に終わっちまったよ、この。はい、はい。まあでも、まあレベル上げれるからいいや。そうだね。いや、これだけじゃ、コスケ先生、うん、物足りないんじゃないですか。物足りないよ、それ。それとりあえず無料引いとくわ。いったね。うまい。あ、でもタワーモロキ使うから、うん、クマちゃん、クマちゃんな、もうちょい活躍疲れてるな。株ばっかり。クマちゃん、もうちょい活躍してほしいな。引きますか引いちゃいますか。引いちゃいましょう。一旦チャージタイムかな。じゃあチャージタイムですね。はい、チャージタイムあります。はい、はい、ということで、はい、チャージが完了しました。チャージングしてきましたよ。チャージング、コウスケさん、一番お得なやつまだ買ってなかったということで。いや、もう普通に、え、何何すかとか言ってなすかこれとか言ってめっちゃお得なやつ買ってなかったんですけど、はい、チャージしました。じゃあまたマドローム次元賞、まあ3回4回ぐらい引けるかな。4回ぐらいいけるかな。じゃあ引きましょう。いっちゃいましょう。頼む、桃太郎ちゃんが欲しい。まああとはレジェンドが来てくれて一番いいけど。そうだね、桃太郎。でも今白、まあでも白雪な、結局使わないんだよな。そう、でもあと白雪見てない、この。そうだよね、7じゃない、7からね。でも俺もう、うい、でかいこれ。俺でも正直ね、うん、もうね、レジェンドいらないんじゃないかなと思い始めて。ちなみに俺は使ってないね。うん、だからこのゲームってレジェンドでもね、なくても勝てる。勝てる、うい、単純に強い、レジェンドはやっぱ。お前一人できたな結構いいよ、当たりじゃん。デュレラさん行きました。しかも10じゃん。10ってやばこの領域の10はやべえな。もう俺ね、シンデレラね、やってて通って、ね、通り過ぎちゃってかわいそうなのよもうこの前金太郎で殴られたの、はいはいはい、知らなかったのレベル高いからね。そう、金太郎見たらその人レベル4とかで、あ、俺しょうがないね、死んでないって思って。やっぱね、レベル差等倍、確かね、同じレベルで、1回殴ってコース邪魔しながら殴れば、多分ね、タワー攻撃2回ぐらい倒せるんだけど、それ以下だとね、もう通っちゃうから。だから俺の信じるは結構暴れてますよ、ね、結構厳しいんですよね。じゃあ行きます。行ってみよう。銀貨、あ、いいね。まあリリパッツはいいよ。嬉しい。誰パチ誰
なに赤い靴、これね、今流行ってんの、ね、赤い靴、足乗ってます。赤い靴ね、強えんだ。あれでも範囲でしょ。そう、範囲の赤い靴をすぐ倒せるキャラクターっていないわけよ。あ、じゃあ桃太郎みたいな感じなんだ。そう、その桃太郎よりも強いね。へえ。で、意外と単体攻撃、秒間ダメージもあるし、はいはい、強いんだよ。お、いいじゃん、なんかシンドバッド嵐、何仲良しな、仲良し。おい、また出るシーン11になっちゃう、やばくないそれ。さすがにでも何だよ。ちょっと2人できたな、やっほー。でもこいつ強いから。確かに、あ、強い。結構当たりだったの、これもリーダーね、リーダー格が4人来るって結構でかい。確かに、そのまあ、あとやっぱね、シンドバッドはね、早めレベル上げてくださいね。そうっすね、うん、じゃあもう1回ぐらいいきますか。一応よいしょ。桃太郎こんな一切来ないね、もう。あ、まあ、俺に桃太郎使うなってことじゃないもん。モドキーね、いいね、リリパッド、リリパッド銀貨欲しいな。はい、軍団クマ、クマはいい、クマちょっと微妙なんだよね今。あれ、これ行くんじゃない。マジで行きそうだね。一回レベル上げてみる、次。ちょっとね、お、いいじゃん、いいよ、マジを。リパッド来た、一人で来たのか。やっぱもう寂しい子です。寂しい子、別に4人ぐらいで来ていいんだよ。いや、怖えよそれ。一回ちょっとこれ、あ、でもさすがに無理だな、ちょっときついね、まださすがに。もう一回、でも一回上げてみる、上げてみる。これがレベルアップ。あと24、まあ無理だね、24枚か。ギルドの人たちにもうちょっといろいろもらうわ、うん、これっつって。シンデレラでも SR じゃなかった、週末しかもらえない。とりあえずじゃあ、あと最後の1回いきますよ、いってみよう。せめて桃太郎1枚、ね、桃太郎1枚ぐらい来てほしいね。1枚でもいいね、最悪最後のやつな、うん、出たまんま。ファイヤーウィスプほぼ使ったことない、結構使えるね。鬼屋敷ほぼ使ってない。お、毒リング、これは嬉しい。毒リングゲスト、ちょい、環境なんて扱いです。おい、来たよ、やっと来たよ、お前おせえよ。4人できたね、猿騎士、あのね、犬最後で出てもらう。犬最初だから、ね、全然あれ、これ L2 じゃない。 SRSL 続けるよ。なんか今日一人で来る人多いね。結構みんなね、一人で来る。でも一番良かったのは青鬼ね、回だったの。でも桃太郎、桃太郎勝ち、ちょうど読んだ、ね、一旦ギリボーダーライン突破した感じだね、うん、あ、よかったよかった。いやー、これちょっとね、でもでかいレベル上げれたの。しかも採用してるキャラクターが2回レベル上がった、シンデレラと青にも上がるもんね。青にも上がるって考えると、リリパットも目の前に、てかリリパットもらった方がいいんじゃない。あ、てかもうあと1で、うん、リリパット。てかこれなんかさ、ボックス開ければすぐ出るんですよ。確かに、うん、いいじゃないですか、よかったと思います。ちょっと俺ちょ見てもらっていいですか。はいよ。これ自慢だけ1個したいんですよ。はい、どうぞ。これ見てもらっていいですか。はい、全部勝ってる、マジやん。1回だけドローあったからね、でもドローだから。え、やば、これこれね、でもドローだから。いや、でもこれ財力の力使ってるな、これ。え見てほら、俺ち全部勝ってる。あ、いや、負けてきた。あ、やべ。あれ負けてきた。やべ。でもここからだよ、こっから。すーごっ。こっから全部勝ち。ちょっとじゃあ見してくださいよ。え？一回。ちょっと待って、これで負けたらやばいでしょ。ごこの辺でも終わっときたいんだけど。見してくださいよ。やるか？回しとけ。レベルだけ上げるわ。あ、そうやね。うん。私のファンが作ってくれたんだよ。てかもうさ、強そうでやるからの可能ね。うまく癒される。あ、行こう。ホストクラブね。しょうが。よし、無言でまったり、もう行くわ。おい、みんな、おい、いいじゃん。意外とレベル高いよ、相手も。よしよしよし、750ってやべえ。よし、これで何、これさ、はい、あ、でもシンデレラで無視してみようか。はい、あ、いいとこ行ってくれた。いや、その出し方めちゃくちゃ上手だよ。私が来たよ、それで、あ、でもちょっと、あー、見てないよ。あ、やっちまった。もう少しだったね、もう少し収める。でも今あの本来なら青に死ぬんだけど、うん、レベルの暴力によって生き残ってたから、うん、結果俺もう分かんない、分かんないやつ来た、分かんないやつ来た。分かんないやつ来たわ。こういうの面白いよね、分かんないやつ来るとね。いや俺さ、家でやってる時はさ、もう何、もう何いなせる、はいはい、いつものねみたいになるけど、ね、知ってるやつしかいない、うん、いや強みたいな。まさかルフルスイング言えてないし、まさかにフルスイング。あ、間違った、加速じゃなかったな。まあラッキーなのでは、加速じゃなかったな。まあいいや、まあこれで、うん、銀太郎も倒せて、これどこ、これでもさ、ちっちゃい小物ケースはいけないんじゃない。相手持ってないんじゃない。あれ、これ次出してきたらインフル、あ、これもう
ます、これ。これ行った方がいい。これでおしまい。渡します。これで。お？なんでかって言ったら、もう相手焦っちゃった。何？何？なんかずっと攻撃されてんだけど。アインフルエンザーでも相手がビビっちゃう。そうだね。そしたらシエラ来ちゃう。あれ？っつって。シエラ、いける。よし。これなんですよね。これなんですよ。間違った。逆だったパス。宣言通り。しかも本体を取りに行っている。これなんです。完全に本体を取りに行っている。これなんですよね。大体。これ。これなんですよ。ここ出しちゃうかこれ。どういう。つって。カレー屋が覚えてもらった。カレー屋で教えてもらったらここ出すってやつね。どうしたの。どうしたの。あのさ、さっき知ったやつがさ。しかも出してないリーパップ出たもん。出た出してない。一回貯めます。なるほどね。慌てない慌てない。このまた勝ちですか。これどうしたの。青鬼なの。いまいち俺死んでるの知らないんだよ。金太郎持ってるからさ、やれないの。確かに。これ生きてんだけど。ちょっと全然。やっぱ強えわ。レベルこれなかなか渋いね。おっしゃ、任せとけ。最後ブロックショット。行くの？よろしく。行ける？よっしゃ。行くー。もったいねえそこでカメラ。これ一個それでやばいな。これ待ってよ。これ銀からやってここ。バースアップじゃない。ナーイス。あぶねえ。めちゃくちゃうまい。来ると思ったんだよな。でも多分あれもうたどり着かないし。ありがとう。いやわかんねえ。これ何これ誰だぞこれ。もうわかんねえな。でもこれやれるでしょ。やれる。これでもちょっとやばいな。やっぱ攻めた方がいいかな。俺タイム。わあこれあれか。守られるやつか。帰ってくから。あ本当に。だったらもうこれまああのあれしといた方がいいですね。自分守った方がいいです。私登場。自分守っていた方がいい。これはもう上のタワーを取られないように見てきます。おい、それ。危ねえ。死んでるの来なかったね。最後。自分の出すんかい。ちょっと出した。素晴らしい。危ねえ。あのさ、初見のやつやめて。確かに。鳥。今回初見はミツバチですか。いやミツバチもそうだし、あと浦島も初めてやられた。ああリーダースキル。ほぼリーダースキルじゃない。使われるの。大体あの会った人たち全員ほぼあれだった。あの桃太郎とか。ああ。見たことあるやつだから。そのあとマスカリバースアークとかも。はい。だけどなんか何誰か流行らしたでしょ。別のやつ。これ強いとか。最近さ、俺のリーグ隊でも見たことねえような。ばらけてきてる。ばらけてきてる技が。いや。そういうふうに環境がねやっぱ変わっていかないとね。きつかった。いやナイスナイス勝利でございます。あーこれでさっき負け出しがなくなったな。言っちゃってよ。多分みんなね気づいてると思うよ。さっきコウスケ一番最初にやりますって言ったあのトロフィーから、うん、トロフィーじゃあのリーグポイントから、うん、ちょっと下がってたね。さっきしかも格下に負けた。いやでもお見事でございます。コウスケ先生の成長に私はいやおります。はい、あのねやっぱ緊張するなと思う。やっぱね、カメラ待ってとね。カメラ待ってて緊張するわ。ほんとね、さっきカレー屋の饒舌さ、薄にやれてるもんね。あれ全然勝てない。いやでも、なんかね、見てる感じ、すごく。最初に比べるとやっぱね、すごい上手くなったよ。何に対して何が強いか分かるよ。でも、俺がまだあれ下手だわ。真ん中に出すやつ。あれについて一言言うんだったら、早すぎる。出すのが。あいつしか出せなかったじゃん。あれは、本来の目的としては、あのタワーの攻撃を裸の葉に集めて、うん、その細かいのとかをタワーに攻撃させれるような状況を作る、はいはいはい、っていうのがポイントだからあいつだけ出したもんね意味ない。あそうなんだね。そう合わせないといけない。まあでも来てほしくなったから。確かに。はあクソタワー次元車欲しかったなもう一番。いやよく頑張りました。はいはい、こういった感じで今回の動画は以上となります。それではまた別の日バイバイ。王の勇姿を見よ。似てんだよ。